玄道くん、やられたの。朝日くんも、やられたの。友達の記憶展には、原爆で亡くなった中学生の遺品や、生き残った生徒の手記など、およそ100点が並べられています。それぞれが身につけていた衣服などから、生死を分けた状況を感じ取ることができます。生き残った生徒たちは、その後もずっと亡くなった友達に対する罪の意識を抱えて生きてきたといいます。実際にこれを着てた、身につけてたんだなって思うと、当時の状況とかが結構リアルに想像できて、なんか圧倒されちゃいましたね。二つに分かれてる空を見て、なんだろう、普通に過ごしてたらありえない空だと思うんですけど、なんかみんながこれを見ていたんだなっていうのが、を想像すると不思議な気持ちというか。二つの学生服の袖を合わせ、友達が手をつないでいるかのように見えます。友達っていう言い方をすると、今のこう私たちとか若い世代の方でもとても身近に感じていただけるかなと思って、平和や命の尊さについて考えるきっかけになっていただければと思います。企画展は9月10日まで開かれています。